スペシャルな人がスペシャルな想像力を発揮できるのはある意味で当然のことなんですよね。でもそうじゃない、もう本当に誰もが備えているものが、それが自然にちゃんと発揮されて生かすことができる。なんかすごくこういうふうに言うと理想主義的で、なんだかお花畑みたいな感じだけど、でも僕はそう思うんですね。そういう世の中であってほしいと。デザインってのはそういうふうな状態に近づけていける、一人一人がやっぱデザインができるっていうことだと思うんですよね。だから私たちが手掛けているデザインプロモーション、私が担っているデザインプロモーションっていうのは、本当に一人一人 の、 そのデザインというものがきちんと発揮できるような、そういう世界では、あってほしい。